Previously, on the Kaito Files. 調査の結果、2年前に自殺したと思われていた貞本美紀子の手がかりを手に入れた怪盗たち。1年半ほど前、医者を名乗る白樺康隆という男が貞本美紀子の写真を持ち、神室町で聞き込みをしていたのだという。ようやく見つかった手がかりを手に、怪盗たちは医師の住む白樺診療所に向かう。一方、二人を探るもう一つの不穏な影があった。Out for blood。の場所変えたのに。What? よく寝たまま止められるね。メシ。ほら起きて。もうすぐご飯できるから。お皿くらい。Is this like a pass? Go back to sleep. Get up. Let's go back to sleep. Yeah, we're definitely back in the past.カイトの兄貴、勝ち込みすんなと。親父は無事か。おはよう、お寝坊さん。あれ、なんで俺ここに。確かミキコを探して、あれ、 The dream。やっぱり寝ぼけてるみたいね。夢でも見てたんじゃない。ほら、もうすぐ朝ごはんできるから、お皿運んでくれる。あ、おう。おう、いただきます。Dang, so young. Thanks for the meal. Let's be nice here. いただきます。You look pretty. About the raid. Let's eat together again tomorrow. let's go with you look pretty. Yeah. 今朝も綺麗だなと思ってな。え、どうしたの？突然。ん？いや、なんとなく。もしかしてまだ寝ぼけてる？寝ぼけちゃいねえさ。じゃあ私にのぼせちゃってるのかな。かもな。なんか今朝は変だね。Let's eat together again tomorrow? なあ、ミキコ。ん？明日も一緒に朝飯食おうな。そうだね。And then about the raid. なあ、ミキコ。かしこみの件だが。え？やっぱよ。俺にとって、親父は父親以上の存在なんだ。だから。食事は楽しくする。喧嘩になるような話題は食事中は禁止。同棲始めるときに決めたよね。ああ、そうだったな。悪い。
That is all. Orega Arauyo. Arigato. Ne, Masaharu-san. Kyo no koto da kedo. Nanda?ううん、何でもない。そうか。なあミキコ、こんな暮らしがさ、ずっと続けばいいな。ほほほ。あのよ、俺考えてみたんだけど、松金の親父も。話せばきっと理解してくれると思うんだ。え？俺は親父と杯交わした時、この命も預けたつもりだった。だから親父的にかけようとした連中は今でも許せねえ。だがお前のことも悲しませたくねえ。正春さん、それってどういう。ミキコ、俺決めたよ。勝ち組は行かねえ。松金組は簡単にはやめれねえと思うが、なんとかする。だからミキコ、これからもずっと一緒にいよう。おはよう。二人とも朝から暑いね。What? あら、ジュン、遅かったじゃない。また寝坊？母ちゃん、寝坊してるのは親父の方だよ。まだ寝ぼけてるみたいだしな。なあ、いつまで寝ぼけてんだ？都合のいい夢見やがってよ。おい、おっさん、カイトのおっさん、起きろって。着いたぜ。おお、そうか。何の夢見てたんだ？なんかすっげーニヤニヤしてたけど。なんだったかな、覚えてねえや。ああ、そうかよ。なあ、母ちゃん生きてるよな。ああ、あいつは自殺するような女じゃねえ。生きてるさ、きっとな。うん、そうだよな。俺を捨てて死んだりなんかしねえよな。Oh no. 診療所と自宅も兼ねてるみてえだな。ここに母ちゃんの手がかりが。かもな。確証はねえが。はい。急にすまねえな。俺はカムロ町で探偵やってるカイトってもんだ。探偵？カムロ町の？ああ、人探しを頼まれてよ。ちょっと聞きたいことがあるんだ。なぜ私に？誰を探しているんです？貞本美希子という女性だ。死んだはずの俺の母ちゃんなんだ。でも生きてるかもしれないって聞いて。息子さん？少々お待ちください。ほう。八神探偵事務所のカイトだ。
白樺康隆です。この白樺診療所の委員長をしております。あなたが貞本美希子さんの？ああ、ジュンだ。貞本美希子を知ってるんだな。ええ、知っていると言っていいものか。どうぞ座ってください。 No, outside. こんなところですみません。男の一人暮らしゆえ中は散らかっていまして。いや、いいさ、こっちも突然押しかけちまったからな。で、ミキコの件だが、あんたカムロ町でミキコのことを聞き回ってたらしいじゃねえか。1年半ほど前のことだ。ええ、間違いありません。なぜそんなことを？身元を確かめるためです。身元を？どういうことだ？ここを登った先の山奥に大きな滝があるんです。自殺スポットとして有名でして、1年半ほど前その滝の下流に一人の女性の遺体が流れ着きました。それで？遺体は腐敗しており、顔は確認できませんでしたが、上着のポケットに1枚の写真が入っていたんです。新宿カムロ町のミレニアムタワーで撮った写真でした。おそらく息子さん、あなたと一緒に写った写真です。え、俺？他に所持品がなかったので正確な身元は分かりませんでした。警察も身元不明者扱いで捜査してくれていたようなのですが、捜査の進展は芳しくない様子で、しびれを切らした私は自らカムロ町で聞いて回ることにしたのです。その女性の写真を持って。先ほどお聞きした証言はその時のものでしょう。じゃあミキコの遺体を調べたのって？ええ、私です。旦那は遺体の DNA 鑑定を依頼したって話だったが、結果に間違いはなかったのか？はい、残念ながら 99% 貞本美希子さんで間違いありません。なあ、カイトのおっさん、どういうことだよ。この人何言ってるんだ。おい、カイトのおっさん。おいったら無視すんなよ。お前だってもう分かってんだろ。無駄足だったんだよ。ミキコは、お前の母ちゃんは死んでたんだ。嘘だ。白川さん、ミキコの死因自殺だったってのは間違いねえのか？遺体に不自然な外傷は見当たりませんでした。警察も他殺の可能性はないと言っていましたし、間違いないでしょうね。わざわざご足労いただいたのに、こんなことしかお伝えできず申し訳ありません。タクシーを呼びましょう。駅まで送らせます。写真、ミレニアムタワー。おっさん、
なあ、白樺さん。ちょっといいか。何でしょう。その、ミキコの遺体が持ってた写真ってのは、ミレニアムタワーでジュンと一緒に撮った写真一枚だけだったのか。ええ、それだけでしたが。あ、まさか。おっさん。おかしいな。白樺さん、あんたの証言には不可解な点がある。はい。いいか、ミキコが所持していた写真がミレニアムタワーで撮ったもんで、あんたが生前のミキコのことを知らなかったなら、こいつとあんたの証言が大きく食い違うんだよ。Oh. Wait, hold on. Oh. Yeah, just walk out. Queen of the Magic Woman who looked very similar to people listening. That's probably it.One of these two. Kamuro Theater で ずっと働いてる掃除のおばちゃんがいてな。あんた、1年半前におばちゃんにミキコの写真見せて、こう聞いたそうじゃねえか。Kamuro Theaterに関係のある人かもしれないと。なぜわかったんだ？ミキコが。カムロシアターに関係があるかもしれない人だってよ。Oh, got it right. あんたの見つけた遺体が所持していた写真はミレニアムタワーで撮影されたもんだったんだろ。他に身元につながるもんを遺体は持ってなかったんだよな。あ、確かにミキコはカムロシアターに関係のある人だ。だがそんなことは赤の他人には知りようがない事実なんだよ。あんたがミキコ本人から聞きでもしない限りな。そのどういうことだ。話せ。わかりました。話します。どうぞ上がってください。その方が分かりやすいでしょうから。お？ほうほう。Some kind of evidence inside, huh? Not messy at all. What a liar.座ってください。お茶入れ直しますので。Oh, are they gonna poison us? Nah, Kaito no Osan. Aitsu, Kaachan o kankin shiteru toka janai ka? Nanka henshitsuja ppoi kanji ga shita shi. Kankin ka. Dakara kazoku ni mo rennaku ga dekinakatta to. Kanousei wa aru na. Daro? Osoi kakatte kuru kamoshirenai kara kiyo tsukenai to da na. Tondemo nei saiko yarou kamoshirenai ze.Probably thinking too much, but you know, gotta be on your toes. Oh, wait, that's a sweater. She's here. Wait, was she dating you? No way.
キコだよな。いつの写真だ。髪が長いな。一時期短くしてたけど、そんな前じゃないと思う。誰が撮影したんだ。そもそもなんでここに。なあカイトーのおっさん、これを撮ったのが母ちゃんがいなくなった後なら。Then she slept around. 生きてるってことになる。Oh, you know what? Maybe amnesia, and she married him, and then she got her memory back, and maybe? I don't know, actually. Maybe I'm thinking too much. これか? Hmm? Oh? こりゃ。 There's something here.これか。Oh, the date. お? Man, this touching is tough. That's recent. カイトのおっさん、これって。ああ、やはりミキコは生きていた。だが、不可解だな。なぜ白樺は死んでるなんて嘘をついたんだ。そもそもミキコが家族に連絡をよこさなかった理由は。ああ、いろいろおかしいな。あの医者のおっさんを後で問い詰めてやろうぜ。 He's like right there at the kitchen, isn't he? Talking out loud. He's like literally right there. Let's see, what else, can I find? Oh, that's a bag. It's a Mikiko. 女にモテよ。学校のダチにもそんなやついたぜ。ま、そんなとこだろうな。お？Do I hear anything? Wait, there's two cars out there. Maybe work and... I wonder if that's it. さてと。Oh, so I've seen this before. さてと。 It's in the picture, right? Yeah. So, oh, that it? Okay.ミキコは生きてる。そうだな。ええ、生きています。健康上も何の問題もありません。おお。しゃあ、カイドのおっさん。ああ。ミキコが生きてたってなら、
あいつはこの2年間何してたんだ。なぜ家族にも連絡してこなかった。それに今どこにいるんだ。ミキコさんは連絡しなかったんじゃないんです。できなかったんです。どういうことだ。乖離性健忘。 Oh wow, I got it right. 記憶喪失だったからですよ。なんだと。2年ほど前、私は付近の河原で大怪我を負い、気を失っているミキコさんを見つけ保護したのですが、その時すでに彼女には記憶がなかったのです。ただ自分の名前がミキコだということ以外は。記憶喪失。そっか、だから連絡できなかったんだな。それでミキコはどこにいるんだ。いえ、それがミキコさんは今はもうここにはいないのです。え？いない？白樺さん、どういうことか聞かせてもらうぞ。ミキコが生きてるってことは、あんたはあいつの死をでっち上げたってことになる。はい、すべてはミキコさんを守るためだったのです。守るため？どういうことだ。大怪我を負ったミキコさんを保護した直後のことです。この辺りに普段見かけない不穏な輩が現れるようになりました。彼らはミキコさんの写真を持ち、この女を見かけなかったかと近隣住民に聞いて回っていたそうです。彼らはうちにも訪ねてきました。そして彼らの姿を遠目に見たミキコさんはひどく怯え出したのです。そいつらどんな連中だった。20代後半から30代中盤の若者たちでした。髪を染めたりピアスをしたり、派手な服装で、正直いい印象を受けませんでした。柄の悪いチンピラといった感じで、近づきたくない種類の人たちですね。きっとそいつらが2年前に母ちゃんを殺そうとしたんだ。ええ、私もその可能性は考えました。2年前、ミキコさんは何らかの事件に巻き込まれた。そして自殺に見せかけるため、生きたまま滝壺に突き落とされてしまったのでしょう。わお。ですがその後死体が見つからず、ミキコさんの死が報道されることもなかった。だからこそ彼らはミキコさんの生死を確かめようとこの近隣で探り回っていたのでしょうね。じゃあ、あんたが母ちゃんの死をでっち上げたのって。ええ、彼らの目を欺くためだったのです。なるほど。つまりミキコを監禁してたわけじゃねえ。ヤバそうな連中から守るためにかくまっていたってわけか。だが腑に落ちねえな。なんで札に連絡しなかったんだ。それがミキコさんが警察に連絡することをすごく嫌がったのです。いえ、正確には警察というより外の世界に対して異常に怯えていて、自分が生きていると誰かに知られることを極度に恐れているようでした。記憶がないのに。いわゆる記憶喪失という症状は、記憶がなくなってしまうわけではなく、思い出せなくなっているだけなのです。特に心因性の健忘の場合、過去の極度のストレスやトラウマが原因だったりしますので、忘れているはずの危険を無意識に忌避してしまうことがあるのです。要するに記憶喪失でも頭の中に嫌な記憶は眠っていて、本能的に
危険を避けてしまうことはあるということです。はあ、よくわかんねえけど、そういうもんなのか。How did you fake your death? だがあんた、よく警察の目をごまかして死をでっち上げられたな。私は地元の警察医をしているんです。だから別の遺体をミキコさんのものと誤認させることも不可能ではありませんでした。近くに有名な自殺スポットがありますからね。身元不明の遺体がよく上がるんですよ。そういえば貞本さんがミキコの遺体は顔の認識ができないほど腐敗していたとか言ってたな。ええ、偽物と分からぬよう多少採血させていただきましたが、背丈もミキコさんと似ていて好都合でした。その遺体にミキコさんの所持品を潜り込ませたのです。 DNA 鑑定もあんたが？そうですね、必要な検体を私がすり替えました。よくもまあそこまで。発覚したら首じゃ済まねえだろう。許されることではないということは分かっています。ですが、すべてはミキコさんを守るためだったんです。さっきあんた、ミキコがもうここにはいないって言ってたな。どういうことだ？10日ほど前のことです。私が仕事から戻ると、ちょうどミキコさんは家を出て行こうとしているところでした。テレビもつけっぱなしで、持ち物もろくに持たずに、尋常じゃない様子で玄関から飛び出してきました。私が思うに記憶を取り戻した様子でした。記憶を？ええ、記憶を取り戻したきっかけは分かりません。ですが彼女は理由も告げず去ろうとしていました。私にはやらなければならないことがあると、そう言って。やらなければいけないこと？なんだろう。わかりません。ですがその時のミキコさんは、私が知っているミキコさんとは別人のようでした。それまで柔らかで穏やかだったミキコさんが、まるで何かに取り憑かれたかのようで、その顔は憎悪に歪んでいました。憎悪？間違いないのか？はい、私ははっきりとそう感じました。それも尋常ではない。あれはまるで身を焼き尽くすような憎悪。思い出してしまったら、正常な精神でいられないほどの何かがあったからこそ、彼女の記憶はこの2年間封印されていたのかもしれません。彼女自身の心を守るために、おそらく2年前にミキコさんのことを探っていた連中とも無関係じゃないと思います。けどさ、記憶を取り戻したのに俺たちに連絡してこなかったのはなんでだろう。それは分からねえ。連絡したくない理由でもあるのかもしれねえ。あの、もしミキコさんが何かしら犯罪を犯すつもりだったとしたら。どういうことだ？いえ、もしそうならミキコさんが死んでいることになっている方が都合がいいはずだと思いまして、
この世に存在しないことになっているならば、どんな犯罪を犯そうと、ジュン君や旦那さんに迷惑がかかることもありません。ミキコさんの犯行だと発覚さえしなければ、二人を犯罪者の家族にしなくて済むのですから。カイトのおっさん、俺なんだかすごく嫌な予感がする。ミキコのやつ、名前以外は完全に忘れちまってたのか？そのようでした。住んでいた住所も生年月日も家族のことも思い出せないようでした。ミキコさんは私が見つけた時点では所持品を何も持っておらず、身元を知る手がかりもありませんでした。おそらく急流で持ち物がすべて流されてしまったのでしょう。ん？確か写真を持ってたはずだろ。ああ、それはミキコさんを保護して半年ほど経った頃、滝壺の下流の方で女性物の上着を見つけたのです。その上着のポケットにこの写真が入っていまして。 That's one on the chair, huh? ああ、これカムロ町に行った時に撮ったやつだ。やはり後ろに写ってるのはミレニアムタワーだよな。それなのにあんたはカムロシアターで聞き込みをしていた。ミキコが記憶喪失だったのに、なんであんたはミキコがカムロシアターに関係のある女だってわかったんだ？テレビでカムロ町開発の歴史を特集する番組が放送されていたことがあったんです。その番組で昔のカムロシアターのことを紹介している場面があったんですけど、ミキコさんが反応していて。反応？泣いていたんです。懐かしいような嬉しいような表情をして。記憶は戻らなかったのですが、彼女にとって大事な場所だということだけは分かりました。あの写真は彼女をカムロシアターに連れて行った時のものです。保護してから2年ほど経ち、相変わらず記憶は戻りませんでしたが、外に出られるほどには元気になっていました。私は彼女を外に出したくなかったのですが、ミキコさんがどうしてもカムロ町のカムロシアターに行きたいというものですから。白川さん、カムロシアターでミキコはそのどんな様子だった？そうですね、あそこは昔とは随分と様子が変わってしまったようですが、それでも彼女は懐かしそうにしていました。思い出せないけど大事な場所だってわかるって。とても穏やかで幸せそうな表情を浮かべていましたよ。そうか。あのさ、ちょっと引っかかったんだけど、1年半前には河原で母ちゃんの写ってる写真見つけて、カムロ町でいろいろと聞き込みしてさ、母ちゃんの身元を分かったんだよな。え、それは、はい、そうですね。で、死体でっち上げて警察の目をごまかしたと。それは分かるよ、母ちゃんが嫌がったんだから。でもなんで俺たちにも本当のこと連絡してくれなかったんだ？それは、その…確かにそうだな。そもそもあんた、ミキコ本人にもあいつが何者か教えなかったんだよな。あんたは分かってたにもかかわらずよ。おい、まだ何か話してねえことがあるな。
すみません。本当にすみません。実はその、私はミキコさんのことを、その…I knew it! I knew it! 惚れちまった手が…は？はい。マジかよ。ほとんど一目惚れのようなものだったのですが、気がついた時にはミキコさんに夢中になっていました。それからはこの生活がずっと続けばいいと思うようになっていきました。そんな時にあの写真を見つけてしまったのです。ですが彼女が自分の正体を知ってしまったら、家族の元に戻って行ってしまうかもしれません。だから、彼女と暮らす2年間は本当に幸せでした。至福の時間でした。女性と付き合ったことのない、ずっと孤独だった私のもとに突然天使のように美しく優しい女性が現れたのです。すみません、本当にすみません。ですが誓って彼女とはその清い関係を保ってきましたから、決して傷ついた彼女につけ込むようなことは決してしておりません。信じがたいね。2年も一つ屋根の下で暮らしてたんだろ。本当です。手すら握ったことがない。いいか白樺さん、あんたがミキコを保護しかくまってくれたことを非難するつもりはねえ。あいつを狙うヤバそうな連中から守ってくれてたんだからな。だがな、どんな理由があろうと、あんたがミキコに身元を告げなかったことで、あいつが家族の元に戻るって選択肢を奪われたことは確かだ。そのことでミキコの家族がどれだけ心配したと思ってる。すみません、ご家族には謝っても許されることではありませんよね。待ってけ、ミキコにも後でちゃんと謝っておけよ。ま、ぶん殴られるかもしれねえか。おい、なんだよ。Oh wow. こんにちは。貞本美希子さんいますかね。なんだ、お前ら。Oh wow. グレン会って知ってる？新宿とかで活動している仲良しグループなんだけどさ、俺メンバーの西尾ってんだ。グレン会？知らねえな。半グレの類か。海藤さん、彼ら2年前にミキコさんのことを聞いて回っていた連中だと思います。何？あんたらさ、カムロ町で貞本美希子の行方探し回ってたんでしょ。奇遇だね。実は俺らもあの女探してるんだよね。Dang, what did she get into? 以前にもお話ししましたよね。貞本美希子さんなら亡くなりましたよ。この人たちも美希子さんを探しに来られたのですが、亡くなったことを先ほどお伝えしたところです。残念、もう嘘バレちゃってるんだよ。前はマジで騙されたけど、俺らの仲間が最近さ、あの女をしっかり見てんだよ。それに人殺しは放っておけないでしょう。
人殺しだ。あのイカレ女がよ、グレン界の先輩殺して回ってやがんだ。ほう。はあ、何バカなことを。いやマジなんだって。ほらカムロ町で若手エリートの連続殺人事件が話題になってるっしょ。あれ殺されてんの、実はグレン界立ち上げたすごい先輩たちでさ、殺人現場にもあの女がいた証拠が残ってたし、早くあのイカレ女捕まえないとマジヤバいんだって。まさかそんな、それじゃミキコさんが言ってた、 maybe her sister was killed by them。 そのグレン界って連中への復讐だったってのかよ。まとにかく家の中調べさせてもらうよ。ご協力感謝します。Whoa. You have no right to do that. ミキコならいねえ。俺らも探しに来たんだが、出てった後だったんだ。本当かな。お前ら、ミキコを見つけてどうするつもりだ。さあ、リーダーに聞いてみないとわからないけど、無事じゃ済まないだろうね。死ぬよりもっとひどい目に遭うんじゃない？仇になって幸せにやってた先輩たちの人生終わらしちゃったわけだし。まあ、俺たちなりの生かしたやり方でたっぷり苦しませてから死んでもらうことになると思うよ。そうかよ。おおほほほ。だったらこっちも俺なりのやり方で邪魔させてもらうぜ。いってなあ。ああ、くそ、顔に傷がついたじゃねえか。今日エステ行ってきたばかりなんだぞ。明日の合コンどうしてくれんだ。白川さん、順を頼む。はい。A mixer? Man, you're not gonna pick up anyone with that hair color. あの女の古い用心棒だよ。さあ。Hey, do I actually have to fight like 100 people? Almost. Still a lot of people. Holy crap.Too many. Ah, what the fuck? How did I don't know how that happened. Ow! Fuck, that hurt.I saw that coming too. Oh, I completely forgot about the blue haired guy.
Ow, what the hell? Oh, the combo. Oh, crap. A high knee got me. Oh, what the hell? You got combos. Blah. He can fight. He can actually fight.俺はグレンカイの代表やっとる。剣持ゆうもんや。俺はな、グレンカイのやっとった地下格闘大会で無敗のチャンピオンやったんや。みんな俺とあんたとの喧嘩楽しみにしとったんやで。 This guy's crazy. Oh my god, alright. Alright, so before we fight, hold on. Let me get full HP. Not full, but, you know, something. Dodge that! Whee! Dodging that. What the hell was that? This guy's crazy. What the hell? This guy's crazy.
だなる。どっからでも聞け。Oh my goodness. Is he throwing up? Okay, there you go. You gotta cut. Ooh, Kaito's so strong. Up? Yeah, we are. Oh, so cool. Kaito-san, kakkoi. Brings out another bottle. にしようよ。さ、酒、酒。みんな、縁も竹縄だけど、今日はここまで。お疲れ様でしたってことで撤収。なんだりゃ。また戻ってくるかもしれませんね。一応警察には連絡しておきましょうか。なあ、カイトのおっさん、あいつら母ちゃんが仲間を殺して回ってるって言ってたけど、本当かな？何にせよ俺たちの目的は変わらねえ。今はミキコを探す、それだけだ。まあそうだけどさ。送っていきましょう。私もミキコさんのことが気になりますから。お、いいのか？交通費が浮くから助けるぜ。